はい、こんにちは。今日は大学数学の基礎演習ということで、この問題解いていきます。実数列 AN が α に収束するとき、初項から大 N 項までの平均の N を無限大に飛ばすときの極限が α となることを示せと、こういう問題ですね。この大学数学の基礎演習のシリーズでは、基本問題を用意して、用語の定義とか基本定理を確認しつつ、考え方から丁寧に解くっていう動画をアップしてます。で、この基本問題のテーマは、イプシロン N 論法による数列の極限なんですけども、大学以降でめちゃくちゃ重要になる三角不等式のいい練習問題でもあるんですね。ということで、この動画ぜひ最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。まずは2つ考察をしていきたいと思います。これまず一つ目の考察はすごく当たり前やなっていうふうに思うかもしれないんですけど、後でめちゃくちゃ重要になってくる考え方なので、きっちりやっていきましょう。実数列 AN が A1、A2、A3 と、これが全部 α やったとしましょうと。この時はもちろん平均は α になりますよねと。なので、これ極限を取ったとしても、もちろん極限は α ですよ。ということで、ちゃんと問題の極限が成り立っていることがわかりますね。で、これと同様になんですけど、この A1、A2 が全てほぼ α やったとしましょうと。さっきはぴったり α やったんですけど、次はほぼ α やったとしましょうと。この時でもやっぱり、この平均ってほぼ α なんですね。これ、まあ当たり前やんっていうふうに思うかもしれないんですけど、この後めちゃくちゃ重要になってくるので、これちょっと意識しておいてください。で、次、考察2に行きますね。今回の問題では、実数列 AN が α に収束しているんでした。なので、十分大きな正の整数、大文字 N を取れば、この A の N プラス1、A の N プラス2、A の N プラス3、っていうのが、ほぼ α ですよと。こういう風に言えますね。収束してるってことはすごく近くなっていくってことですから、十分添え字が大きいところではほぼ α ですよね、という、こういうわけですね。ということは、さっきのここを思い出しましょう。項が全てほぼ α であれば、その平均はほぼ α になるわけですね。じゃあこのあたり、ほぼ α なのが無限に続くわけですから、じゃあそういうやつら平均する個数どんどん増やしていったら、まあ α に近づいていくんじゃないですかっていうのがこの極限の気持ちなんですね。はい。でもここでこういうツッコミが入るかもしれないですね。A1 から AN ってめちゃくちゃ暴れてるかもしれんでと。全然 α に近いとは限らんわけでしょと。じゃあ平均取ったってずれてくるんちゃうのと。こういうふうに思うわけなんですけど、ちょっとこういう例を考えてみましょう。A1 がちょっと跳ねて100。で、A2、A3、A4、が全部1やったとしましょうと。こんな数列で1億項までの平均ちょっと考えてみましょう。すると、A1、A2、A3、A4、A1 億まで。もしこれ全部が1やったとしたら1億なわけですけど、初項が100なので、これプラス99ですね。だから1億99が分子なわけですね。じゃあこれを1億で割ると 1.00000099 ということで、これほぼ1なんですね。はい、これ初項が100って言って跳ねてても、分母を1億にしてしまえば、我1億ぞ、その他は100か、ゴミだなって言えるわけですね。ということで、前がいかに暴れてようが分母でかくすれば、前のところってまあないも同然っていうぐらいに思えるようになるわけですね、いつかは。ということで、十分添え字大きいところで、ほぼ α やったとすると、前のところ、たかだか有限個暴れてたかって、そんなんゴミですよってことで、α に近づくっていうことが言えるわけですね。で、今のを、きっちりやりたいわけなので、ここで数列の極限の定義を見ておきましょう。実数列 Pn が α に収束するとは、これを満たすことを言いますよと。好きに正の数イプシロンを取りましょうと。このイプシロンに対して、うまいことを十分大きな正の整数大文字 N を取れば、これより大きい N に対して Pn と α の誤差がイプシロン未満になりますよっていう、これを満たすときに実数列 Pn が α に収束するというわけですね。まあ簡単に言えば、どんだけ小さい誤差を最初に決められても、十分大きいとこを考えてたら、Pn と α の誤差はイプシロンより小さくなるっていうことが言えれば、収束すると言いましょうということですね。この数列の極限の定義をイプシロン N 論法って言うんですけど、この定義のイメージや具体例について詳しくは動画概要欄から以前の動画を参照してください。ということで、今はこの Pn がこいつなんですね。初項から大 N 項までの平均なので、これを言えばいいですね。好きに正の数イプシロンを取って、十分大きな正の整数大文字 N を取ることで、それよりも大きな N に対して、初項から大 N 項までの平均と α の誤差がイプシロン未満ですよっていうのを示せば勝ちなわけですね。それでは次に証明の方針立てていきましょう。今、実数列 an が α に収束するって言ってるので、これさっき言ったように n が十分大きいところでは an と α の誤差がほぼ0ですよってことなわけですね。で、これを使いたいということで、この絶対値、こういう風に変形していきましょう。まずこれ an と α が近くにいないといけないので、まずこれ通分して n 分のの上に α も乗せてやりましょうということで n 分の nα というふうに後ろのところを書き換えましょう。それと最初のところ、これは n 個ありますよと。で、後ろのここも α 足す α 足すって α を n 個足してると思えばこれ n 個あるふうに思えるわけですね。ということで、それ α を一個一個お裾分けしていくとa1-α 足す a2-α 足す点点点の an-α の絶対値と分子はこうなるわけですね。でも今使いたいのは an-α の絶対値であって、外側に絶対値あるんやったらまだちょっとうまくいってないと。ということで、この絶対値バラバラにしたいなって思うわけですけど、はい、そんなあなたの願いを叶えます。ここで三角不等式を紹介します。はい、三角不等式ってこんな不等式です。実数 xyz に対して、x と z の距離、小なりイコール、x と y の距離、足す y と z の距離と。これが三角不等式です。言葉で説明したらめっちゃ単純です。x から z 行きたいなって思ったのが左辺なんですね。右辺は x から z 行くんやけど、一回 x から y 行って、y から z 行きますよっていう y 寄り道してるのが右辺なんですね。ほんなら、それは寄り道してる方が長いでしょと。もしくはこの y が x から z 行く道の途中におったらイコールでしょ。これが三角不等式なんですね。ちなみになんでこれ三角っていうかというと、二次元でも同じことが言えるわけですね。x から z 行きたいときに、x から y 寄り道して z 行った方がそれは長いでしょ。もしくはこの y がこの道の途中にあったらイコールですよということで、イメージが三角形なんですね。だからこれ三角不等式っていう風に呼ばれます。で、この三角不等式で、この中身を大文字 x、この中身を大文字 y と置くと、この大文字 x 足す大文字 y が、これマイナス y と y 打ち消されて、x マイナス z ってこれになるんですね。つまり、絶対値の x プラス y 小なりイコール絶対値 x プラス絶対値 y っていう風になるんですね。で、この不等式はただ文字置き換えただけでしかないので、この不等式も三角不等式って呼ぶんですね。今回はこれを使います。つまり、これをひとまとまり、これをひとまとまり、点々点のこれをひとまとまりって思って、絶対値バラバラにしましょうとすると、小なりイコールの n 分の絶対値バラバラにしたやつとこうなるわけですね。これで an-α がほぼ0っていうのが使えそうですね。では続きちょっとやっていきましょう。今実数列 an が α に収束しているので、定義より十分大きい大文字 n を取ってくると、そこより大きいところで an と α の誤差が2分のイプシロン未満になりますよと。数列が収束するっていうのは2の正の数より誤差が小さくなるようなので、もちろん2分のイプシロンよりもいつかは小さくなってきますよねと。そのいつかを大文字 n と置きましたっていうわけですね。こういう風にすると、この和の n プラス1以降でこういう風に評価できますよと。この一個一個全部が2分のイプシロン未満なんですよね。この項の数が n 引く大文字 n 個あるわけですから、それかける2分のイプシロンと。で、分母は n ありますねと。こうですね。で、この n 分の n 引く大文字 n っていうのをこういう風に見ると、1から n 分の大文字 n 引いてる。こんなん後ろのマイナスなくした方がでかいでしょということで、この n プラス1以降の項は2分のイプシロンよりも小さいでしょってことが言えるわけですね。これで大文字 n より大きいところの和が十分小さいってことが言えたわけですけど、じゃあ前のところも十分小さいですねっていうのも言っときましょう。十分大きい正の整数 n' を取れば、それより大きいところで、この大 n 項までのこの和は分母がめちゃくちゃ大きいんやから2分のイプシロン未満と言えますよね。ということで、じゃあ大文字 n と大文字 n' よりも大きいところで考えれば、これ全体はイプシロン未満だってことが言えるわけですね。はい、この方針で証明していきましょう。それでは今までのを踏まえて答案書いていきましょう。初手は任意に正の数イプシロンを取るですね。で、この時十分大きな正の整数 n チルダっていうのを取れば、それより大きい n に対して初項から大 n 項までの平均引くアルファの絶対値がイプシロン未満ですよ。これを言えれば勝ちなわけですね。で、この絶対値はさっきと同じようにもう変形しておきましょう。後ろのアルファを n 分の nα に書き換えて、この nα を一個一個お裾分けしましょう。で、ここで三角不等式を使って絶対値を全部バラバラにした方がでかいか等しいですよと。はい。で、ここで仮定から数列 an は α に収束するので、十分大きな正の整数 n を取れば、それより大きい n に対して an-α の絶対値が2分のイプシロン未満となりますよと。これでこの和のうち、後ろの部分ですね。これが十分小さいですよっていうのが言えるわけですね。じゃあ前の部分、十分小さいってどう言いましょうかっていうと、こういうふうに言いましょう。この分子のすべての項のうちの最大値を m と置きましょう。そうすると、こいつらを全部 m に変えた方がでかいか等しいわけですけど、そうすると m が大文字 n 個あるわけですから、こうなりますね。n 分の大文字 n×m と。ということで、十分大きな正の整数 n' を取って、それより大きいところで、こいつが2分のイプシロン未満ですよっていうのを示せば、それよりちっちゃいこいつも2分のイプシロン未満ですねって言えますね。じゃあどれぐらい大きい n' を取ればいいのかっていうと、今 n は n' より大きいとしているので、こいつ分母にあるやつを n' に変えた方がでかいですね。ということで、この不等式が成り立つように n' を定めたらいいんですけど、これ n' について解くと、イプシロン分の2倍の大文字 n×m なので、それ以上の最小の整数くらいに置けば OK ですねと。ということで、大文字 n、大文字 n' のうち、小さくない方を n チルダという風に置けば、これより大きいところで、両方とも2分のイプシロンで抑えられますよと。よって合わせてイプシロン未満だということが言えたので、これでおしまいですね。それでは、この動画はこれで終わりとします。この動画が良かった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。